されるって感じですよね。じゃあちゃんとねファミコン版入れてありますんでね。ごめんね。おう。あ、来ますよ。これがピクセルリマスター版のオープニングなんですけどね。まあ、この映像的にはね、俺はよくやったなって思いましたね。いいぞって。平和の世に伝えたい名言。まあ、一生残りますけどね、あのデータさえあれば。ファミコンのカセットさえあれば。100年語り継がれてますよ。ああ、世界政府に乗り出したのである。反乱軍は城を奪われ、さあ次です。問題のならかったのところはここの次です。出たーって書き換えられてる文章自体よーって、絶対絶対よし、いやだって、あーひどいもう一回見てみましょうね、ファミコン版ね。もうそうなってきたら本当にもういよいよですよ。ここで決着つけとこうってね、王国で帝国の衝撃に遭い、城を奪われ、辺境の町ある程度撤退しなければならかったですからね。誰がどう見ても、ならかったと。さあ、もう一回見てみましょうね。いっそ公式ネタとして消化すればよかったもの。そうですね。ここまでね、かっこいいね、オープニングを作ったわけですよ。リマスター、あ、ピクセルリマスターでね。ここまで やったんですよね。前を期して発売させたみたいな感じですよね。で、あの、スクエにも多分、ピクセルリマスターで、みたいなね、もう思いがあったと思うんですよ、いろいろ。これを発売するにあたって。なんとか成功させないといけないって。いや、むしろ絶対成功させなきゃいけないっていうね、思いがあったと思うんですよね、やっぱスクエニ側には。で、これですもんね。で、これですよ。ええー。